文章を見たときにですね、trouble me writing save of that となっているんですが、まず動詞から確定させましょうか。動詞として使えるのはまあ writing ですね。そして save なんですがあの writing これねあのこの i l g k 見た瞬間に。 B 動詞ないのかなって見てほしいんですよ。B 動詞があるんだったら進行形ですし、ないのであればこれは同名詞、分詞分詞構文で3つの可能性が広がってしまいます。今回に関しては B 動詞ありませんので、あ、じゃあこれは進行形ではないということが見えますね。ただ、ライティングとなっていますから、あの、 これって目的語を取る可能性がありますよね。ライトはレターみたいな感じで、ただ目的語に当たるようなものもどうもないんですよえ。じゃあどういうこと？あのライトってね。あの目的を取らなくても、第一文型で手紙などを書くって意味があったりしますので、あのこれだけではちょっとあの大きなヒントになりそうにないですね。ただ、間違いなく言えるのは、これは文全体の動詞とは関係ないってことです。 ということは、文全体の動詞は、セイブとのこいつだなってわかります。で、えー、空襲の前を見ると、his d d サドンビジット。これ、ビジットって動詞もありますが、サドン形容詞ですから、形容詞がくっついているのは名詞。えー、つまり、彼の突然の訪問。これが主語。ということは、セイブドっていうのが、これが動詞になると。次に考えるのは、じゃあ、セイブから引っ掛けましょうと。えー、動詞のセイブって一体どういう文構造を取るんでしたっけという時にですね、 さああなたは答えれますかセーブっていわゆる奪う系の第四文系 O1 から O2 を取っておくまああるいはあのセーブだからまあ使わずに取っておくって意味でこれ第四文系取れるんですよね。ということはでしかもこのセーブ第四文系取ると,ときって大体 O1 って人なんですよ。えー、ということは、えー、セーブどであミーがある Saved me であとは O2 ですよねあ r ザ・トラブルでいけるかと、えー、ザ・トラブルで持ってくると O2 でしょだったらもう残ったものって writing と of しかないんですよでえどうしようかってなるんですがここで覚えておいてほしいのがこれを見た瞬間にですね本当はもう悩んでほしくないんです名詞 of ingk この形って非常によく英語の中で見る形なんですけどもこれっていわゆる同格関係になっていることが多いんですよえつまりこの前の名詞が抽象そして INGK が具体的説明になっている今回であれば The Trouble ーマという意味ですでどういうテーマですか ?Writing 手紙を書くというテーマというふうに捉えるならば、はい、完成形としてこうなります。His sudden visit saved me the trouble of writing to him. という形。まあ、ここではね、イディオムとして The Trouble of IN G で v ING で VING という手間っていうふうに書いておきましたが、名詞 OfING 形は結構同格関係としてよくあるよということ。そして SaveA の B を省いてあげる。 で第4文型って O1 だいたい人ですからね、えー、そこも押さえておきましょう改めて文構造を確認 His sudden visit 主語 Saved 動詞 MeO1The trouble of 以下が、えー、O2 と o f writing to him なんですが まあ実はこの of を挟んで the trouble テーマどういうテーマですか writing to him 彼に手紙を書くというテーマという同格の関係性もしっかり押さえておいてください